谷川トム君、はい、おはようございます。自由民主党の谷川トムです。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。民法等の一部を改正する法律案ということで、本法律案は、懲戒刑に関する規定の見直し、また嫡出推定規定の見直し、女性の再婚期間の廃止などが盛り込まれております。これまでの審議を聞いておりますと、これらの点についてはですね、さほど異論はないのではないかなというふうに思っております。しかしながらですね、国籍法については今のところ賛否が分かれているところだというふうに私は認識をしておりますので、私からも国籍法についてですね、質問させていただきたいと思っております。まず葉梨法務大臣にお伺いをさせていただきます。本改正法案国籍法第3条第3項、認知されたこの国籍の取得に関する規定は、認知について反対の事実があるときは適用しないとしておりますが、その趣旨はどのようなものなのか、ご答弁をいただきたいと思います。葉梨法務大臣。今回国籍法3条3項というのを提案させていただいたわけですが、これは新たな規律を設けるということではなくて、現在の規律を維持するという観点から念のためといいますか、確認のために設けたものでございます。認知に反する事実があったとき、現在の規律においても3条1項の届け出ですね、これは遡って不受理というような規律になっております。そのことを確認的に期したということでございます。これ経緯については昨日もちょっと申し上げましたが、パブリックコメント等の中で、民法の規律、これについて認知の関係ですね、これを国籍法にも反映させるべきではないか、そういうような意見もございました。しっかりと法制審の中でも議論をしていただいたわけなんですけれども、なかなかですね、この民法の規律と、それから国籍法の世界はやはり議論の上で、切り離して今回はご提案をしようということで、一致をしたものというふうに認識をしています。谷川トム君。はい、ありがとうございます。大臣から答弁いただいたように、今回の改正法案でその認知無効の収束期間が7年以内に、ということを制限するということになっておりますので、それに合わせて、一応念のため3条が、追記されることになったと私も認識をしておりますし、運用はですね、もうこれまで通り同じだというふうに私認識しておりますけれども、その認識で間違いないでしょうか。葉梨法務大臣。谷川委員、ご指摘の通りです。谷川トム君。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、現行の実務において虚偽の認知による国籍取得を防止するためどのような審査が現在行われているのか、ご答弁をいただきます。金子事務民事局長。お答えいたします。虚偽の認知による国籍取得を防止するため、認知による国籍取得の届出につきましては、認知が事実に反するものでないかを審査した上で受理の可否が判断されます。そのため認知による国籍の取得の届出に際しては、届出人は認知に至った経緯等を記載した父母の真実書、母が子を解体した時期にかかる父母の渡航履歴を送する書面、その他実親子関係を認めるに足りる資料等の書類を添付しなければならないものとされており、これらの提出を受けた書類の審査に加えまして、届出人に対する事情聴取等によりまして事実関係の調査を行っております。谷川トム君。はい、ありがとうございます。国籍法第3条の日本国籍取得に関わる届出後、事後的に父の認知が事実に反すると認知の無効が明らかになるとはどのような場合でしょうか。また認知が無効であれば、認知されたものの日本国籍は当初から認められなかったことになり、そのような場合でも母親側の国籍が認められれば無国籍にはならないと思いますが、母親側の国籍も認められない場合は無国籍となると思いますが、いかがでしょうか。金子民事局長。
事後的に認知が事実に反することが明らかになるケースとしましては、検察庁などから事件に関わるものとして、市町村庁に通知がされる場合が考えられます。でこのようなケースにおきましては、事実に反する虚偽の認知に基づく国籍取得の効力は、取得の届け出は効力を生じず、当初から日本国籍を失ったことになりますが、例えば母の出身国が父母両方の国籍を承継できる、いわゆる父母両家血統主義の国、韓国とかフランスとかイタリア等であれば、母の国籍である外国の国籍が認められる場合もあり、必ずしも子どもは無戸籍とはならないということになります。また、出生地の国籍を取得できる、いわゆる聖地主義を採用している国、アメリカ等でございますが、で出生していた場合には、出生地の国籍が認められる可能性があり、この場合も必ずしも無国籍となるものではありません。他方で聖地主義を採用しない国で生まれ、かつ父が判明しない場合で、母が無国籍の場合、または母の国籍が厳格な父系血統主義の国である場合などについては、お子さんが無国籍となるということがございます。谷川富君。はい、ありがとうございます。仮に母親側の国籍が認められない場合、日本国籍も認められないものは無国籍となります。これをですね、救済することはできないのでしょうか。特に無国籍となるのが未成熟子の場合、要保護性は大きいと言えるため、その利益保護の観点から対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。金子民事局長。お答えいたします。法務省では無国籍の発生を防止する観点から令和3年に改めて無国籍等の状態にある外国人からの国籍相談に係る留意事項についてとする事務連絡を発出しまして、無国籍状態の解消に向けた可能な対応に取り組んでおります。すなわち子が無国籍となる事案が生じた場合にも、国籍法上の要件を満たしていれば、帰化による日本国籍の取得が認められる余地があり、帰化を認めるか否かの審査においては、日本人の子として日本で安定的に生活をしていたことなどの個別事情も考慮されることになります。また所定の手続きを取ることで母親側の国籍が認められる余地がある場合には、無国籍とならないよう当該外国の大使館もしくは領事館または本国政府において所要の手続きを取ることができます。そこで法務局においては、日本の国籍を取得するための手続きや外国の大使館等における所要の手続きに係る案内を、無国籍者の身分関係や意向等を踏まえて行うなどの取り組みを行っているところであります。引き続き無国籍状態の解消に向けて可能な支援を行ってまいりたいと考えております。谷川富君。はい、ありがとうございます。日本国籍を取得するために帰化の余地があるとご答弁をいただきました。しかしながらですね、帰化が認められるためには一定の期間が要するのが通例であると思います。帰化が認められるまでの間はですね、外国人として扱われることになると思いますけれども、それぞれの場合の対応はどうなるのか、一つずつ聞いていきたいと思いますけれども、無国籍となった場合、子どもは引き続き学校に通うことができるのでしょうか。文科省、ご答弁いただきたいと思います。文科省安孫子大臣官房審議官。お答え申し上げます。文部科学省として教育を受ける権利を保障するため、戸籍や住民票の有無にかかわらず、すべての学齢の児童生徒の義務教育小学校への就学の機会を確保するということは極めて重要であると考えております。で、児童生徒が就学途中で、無国籍になった場合であっても、公立の義務教育小学校に引き続き通うことができるということになっております。谷川富君。はい、ありがとうございます。学校には引き続き通うということで、ありがとうございます。じゃあ次にですね、住民票はどうなるのか、総務省ご答弁いただきたいと思います。三橋大臣官房審議官。お答えいたします。ご質問のケースにおきまして、日本国籍を喪失した方につきましては、住民基本台帳法施行令第8条の2
第2項の規定によりまして、日本人住民としての住民票は消除されることとなります。その際、出生の日から60日を経過していない場合は、入管法第22条の2、第1項に規定する出生による経過滞在者に該当いたしまして、外国人としての住民票が作成されることとなります。また、出生の日から60日を経過している場合は、出入国在留管理庁により在留の許可を受け、在留カードが交付されれば、市町村におきまして転入届を行うことで、住民票が作成されることとなります。以上でございます。谷川富君。ありがとうございます。じゃあ、60日以内であれば、自然的に外国人登録されるということですか。三橋大臣官房審議官。あ、最後でございます。はい、谷川富君。でありがとうございます。ただその60日後いければ、住民票は消除されるされたままということですよね。三橋大臣官房審議官。お答えいたします。日本国籍を喪失しておられる方でございますので、住民基本台帳施行令の規定に基づきまして、日本人住民としての住民票は一旦消除されるということになります。谷川富君、はい、でありがとうございました。じゃあ続きまして、健康保険や年金等その他の社会保障はどうなるのか、厚生労働省からご答弁をいただきたいと思います。三原大臣官房審議官。お答え申し上げます。まず国民健康保険につきましては、日本国内に住所を有する者に適用することといたしておりまして、外国人の方につきましても適正な在留資格を有し、住所を有している場合には原則として適用対象としてございます。したがいまして、父親からの認知が無効となることで無国籍となった子どもにつきまして、適正な在留資格を有しないこととなる場合、国民健康保険制度の適用対象とすることは困難でございますが、他方で無国籍となった子どもが適正な在留資格を有するに至った場合につきましては、在留資格が付与された時点から国民健康保険制度の適用対象となるものでございます。国民年金などの社会保障制度につきましても、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有している場合には同様に制度の適用対象となるものでございます。谷川富君。はい、ありがとうございます。文科省からは、子どもたちが無国籍になったとしても、引き続き学校に通えると、今まで通りの生活ができるということが確認されました。ただ、住民票は少女をまずされると、でまた健康保険、年金等の社会保障も、住民票が作成されなければ、なかなかそのサービスを今まで通り受けることはできないということが、ありましたけれども、では日本国籍が認められなくなった者が住民票を得ることや社会保険等の、健康保険等の社会保障を受けるには、一番まず在留が認められることが前提になっているということですけれども、在留は認められるのでしょうか。西山出入国在留管理庁次長。委員ご指摘のような場合で、日本国籍が認められなくなったものにつきましては、在留資格を有しないこととなりますので、退去強制手続きを受けることになります。ただ、退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣の裁量により、在留特別許可を受けることがあります。特に先ほど委員がご指摘になったような未成熟児であって、その子どもを本邦で看護養育するほかないなどの場合がありましたら、極めて高い人道配慮が必要であるとの観点から、在留特別許可をする方向で検討されることになると考えております。谷川富君。はい、ありがとうございます。この最善の利益を確保するためにはですね、やっぱり不利益を被らないようにしていかないといけないというふうに思っております。ただこの国籍法第3条3項を追記することによって、これまでと同じ運用であってですね、これを追記することによって、何かその不利益を被るようなことは私は考えられないというふうに思っておりますし、子どもはやっぱり何の罪もないんですよね。で、虚偽の認知をする者が悪くてですね、
また政府も、法務省もですね、いろんな関係省庁も全く悪くないと、ただしっかりと厳格にしないとですね、虚偽の認知によって国籍を得る者も防止をしていかないといけないということで、本会改正法案に至ったというふうに思っております。そのような中で改正後もですね、今いろいろ各省庁に聞かせていただきましたけれども、さまざまな対応が可能であるということも分かりました。しかしながら今後もですね、法務省として無国籍の解消に向けてですね、どのような取り組みをですね、進めていくのか、また改めてですね、葉梨法務大臣の決意を聞かせていただければというふうに思います。葉梨法務大臣。今回のご提案の中でですね、こういうような国会審議が行われているということは、極めて私は重要な意味があると思います。先日も申し上げましたが、今、谷川委員おっしゃったようにですね、奇跡自由、子どもに奇跡自由もなくて、しかも生活を日本で送っていて、教育も日本で受けている、その子が無国籍になったということで、不利益を被るようなことは、法務大臣としても、政治家としてもあってはならないと、そういうような答弁、これ、議事録に残ります。ですから、もう関係省庁をしっかり連携を取りながらですね、私どもでできることというのは、先ほど申し上げた在留特別許可、さらには国籍の関係では、本人の身分関係とか意向にもよりますけれども、帰還、簡易の帰化とか、あるいはもし本国籍というか、もともとの外国籍を取りたいという方であれば、本国に紹介したり、また大使館、領事館に紹介したり、そういうような可能な手立てをしっかりやっていくということ、これをですね、改めてこの審議の中で、運用は変わらない、規律は変わらないと言いながらも、確認できたということは、改めて大きな進歩だろうというふうに、私自身は考えていますので。よく第一線にもですね、このような審議があったということをしっかり徹底をしながら、今後の運用に役立てていきたいし、また関係省庁の連携にも役立てていきたいというふうに思います。谷川智君。はい、ありがとうございます。もうこの最善の利益をですね、確保できるように、不利益が被らないように、しっかりと各関係省庁と連携を取りながら、法務大臣、葉梨大臣、リーダーシップを取って、前に前に進めていっていただきますように、お願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。草加真